今日はあのマダイとフグとクロソイ、もしかしたらブリ、はい、どういうアプローチですか？青物仕掛け、今一応青物を、はいはい、してます。はい、はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。お願いします。 YouTube の撮影、あのお父さんにあの了解得たいと思います。いいですか？はい、僕もいいです。僕もいいですか？あ、そうですか、ね、頑張ろうね、ね、うん、はい、ちょっとあれやね、カリスが長い、うんうん、ちょっと振り込みないんですよ。また切りますね。ちょうどいいんちゃう？え、もうちょっと深いか。ああ、上げた方が、あれぐらい上げた方がいいんですね。下から、うん、ちょっと上げた方が、あの根がかりするでしょ。ああ、今ね、棚取りしてやったらやっぱりちょっとかかったです、一回。ああ、やっぱあれ、あれの方がやっぱりそういう点ではやりやすいよね。僕いつも盛り付けてやるけど。いけそう、やっぱあの、あ、網がね、あるんでね、入っちゃうんでね。カセとか、ね、機種釣りやったら、普通 のゴムで、ね、そうそう、はい、はい。ここはあの、そうですね。それ言われたんです。釣りの途中の釣り具屋さんで、うん、こっちの方がええでや、兄ちゃん、うん、いや大丈夫、これでいいって言うてんけど、結局こういうことだよね、うん、ネットに引っかかるんだよね。かかるから、そう、そういうことですね。メーカーさんもいろいろ丸型やったり三角やったり、この三角のやつをそのままつけて、あの胴付きみたいな感じの仕掛けも今売ってるんで、やってそんなもん、あ、そういう時は海上釣り堀ならではの仕掛けがあるんだよね。はあ、これがこの短いロードでやるというのもまたあれですね。大変かもしれない、うん、もうちょっと長い方が理想かもしれない、はあ、3メーター90打ったら長すぎるんですね。3メーター50ぐらいが3メーター3メーター半まで半まで、あのレギュレーション貸し切りなんでね。ああ、あ、一応3メーター50がこの辺のルール、ああ、まあ大事なとこですよね。目がいくね、あの、はあ、かけたりする。ああ、はいはい。まあ取り込みもね。今日はブンブンさんの YouTube の撮影も兼ねてですね。そうですね。はい。そうですね。素材を提供するつもりでありますけど。はいはい。素材提供でね。はい。ああ、これは、あ、ガマガツの、の仕掛けだね。の仕掛けみたいです。はい。撮影 OK ですか？おはようございます。YouTube の撮影ですけど。はい、ナオさん。はい。ちょっと、あれですね。あの、もうちょっと遊ばした方が。はい。お、来た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 。お、あ、あ、おっしゃ、来た。ああ、今乗ったんですよ、確実に。今鋭的には抜群やったけど、あれ何回もします。あ、じゃあじゃあじゃあ、はい、すいません、再投入してください。頑張ります。はい、あ、でもでも当たりは頻繁にあるね。当たりました。あ、いやいや、で僕まだやってないです。こんなことばっかりしてます。はい、次はあげましょう。はい、タイの、え、タイイエロー、え、イエロー、まだイエロー、ホットイエロー、あ、イエロー、ホットイエロー、錠剤みたいなとこ、錠剤みたいな。ペレット食うとタイですよね。あ、そう、あ、そうですね、そう、ペレットね。で、もう今から魔法をかけて、あ、かかった、さすがですね。よっしゃー、すごい。火星むっちゃいい。おお。二匹目も。すごい。あ。おお。ナイス。あ、あ、
あ、バレ、あ、あの、スバリを食らったやつですね。はい。鬼合わせで。あ、鬼合わせで。鬼合わせ。はい。どこまで沈んだ、どれぐらい。もうね、もうグンっていって、もう全部沈んで、沈み切ってから3、4秒の。ノコンコンですね。これ今浮き下がどれぐらい上がってるんですか、ここから。浮き下そこからもう1メーター以内やな。1メーター以内。はい、はい。で、イエロー、ホットイエロー。ホットイエロー、はい。やっぱ黄色がいい。黄色ですね。黄色がね。黄色ですね、ササミ。この字しかね。エビじゃないんですよね。エビ、そうですね。エビ、まあ、エビも黄色でしたら食べてくる。あ、やっぱり黄色がいいですね。あ、うん、めっちゃ赤いんですよ。もうちょっと待った方がいいですかね。はい。ちょっと聞くから。あ、あわ、聞き合わせ。聞き合わせ。貼ってあげる。貼って聞き合わせぐらいがちょうどいいぐらいなんで。僕もちょっと最近。でも頻繁に当たりあるんですね。みんなあっこに投げましょう。あっこに、あっこに固まって、そこ、そこからどれぐらい。これ撮影中ですけど OK ですね。そこから50センチ。はあ、じゃあ、突撃、お邪魔の、ぜひ、あの、素張りを引いてもらって、もう一回、わざと。わざと、わざと。そんな時釣れるんですよ。わざと素張りを引こう思ったら、釣れるんですよ。わざと素張りするのが難しいですね。さあ、ホットイエローで、ホットイエローで、今から3回目の素張りを、いやいや、違う違う。今度は釣る。今度は釣る。もう海上釣り具合楽勝だ。ではない。全然。全然。いや、そこそこ楽勝だって言ってほしかった。で、もうここ浮きが沈んだらみんなの集合ね。ここ。ここはい。真ん中です。真ん中。あ、もう、あ、いやいや、あーしあげません、あーしあげません、あーしあげません、ダメです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 、あーしあげませんよ、あーしあげませんよ、待って、辛抱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 、まだ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 辛抱、もう一回行く、もう一回行く、もう一回行く、ほらね、ほら、ほら、嘘みたいな。でもちょっと待って、今のなしなし、なし、切る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 、いやいや、嘘嘘、嘘嘘、はい、はい、楽勝、あ、割といいっすよ。あ、割といいっすよ。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、ゆっくり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 。ちょっと空気吸わして、空気吸わして、空気吸わして。よっしゃー。はい、やりました。やりました。いや、素張りの予定だったんですけど。おかしいな。釣れましたね。楽勝。あ、またまた3匹目が。ああ。こんなことしとう場合じゃないけど、俺もしたいけど。まさか餌はシラサエビですか。餌ね。はい。自作。なんとささみイエローイエローでニンニク入り。ニンニク入り。なんとじゃあ餌今から配ります。いや嘘嘘嘘。後でもらいに行きます。いやいやいや嘘嘘嘘。ああすごいですね。やっぱニンニクがいいんですね。味の素入りです。あ、なんとアミノ酸も。へえ。やっぱ味の素も効く。味の素効きますね。ああ、特にあのハイミーがすごいですね。爆鳥ですよ。はい、タイばっかり。タイばっかり。はい、いやいや、タイでいいじゃないですか。餌はマルキュー。あ、マルキューさんありますね。ホットイエローはマルキューさんです。中から5、6回冷凍してるやつ。あ、5、6回もう十分だ。それで、あっこ、あっこ行きましょうか。ちゃうんか。あっこいますよ。本当ですか。絶対いてる。うん、知らなかった。来てるじゃないですか。さすが。あ、釣れました。あ、とれは、はい、やりました。初めてのタイです。はい。まだやりました。はい。はい。おめでとうございます。かわいいです。かわいいですね。はい。アイシャドウして。アイシャドウして。はい。へぇ。取られてる。何々。ってことは、浮き下が深い。何か違った餌ですね、それ。え？作りました。おお、すごい。工夫が大事。
お、ナイス。お、フグだ。あ、ちゃう、まだまだ、ひだ。おいしょ。お、来た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 。あー、針が小さい方がいい、もしかすると。あ、はい。はい。食べるでいいですか？はい、かっこよく。あ、いい顔で、いい顔、いい顔っすよ。試合、試合終わりました。いや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 、ま、どうですか周りは。真ん中はそんなに連れてなくて、あの向こう連れてますよね。ねえ、でももう試合終わった。試合終わった。おお、寂しい。つい放流タイミング、ね、やはり放流すると活性が上がって、いやもうあの向こうの橋はね、もう撮影行ったらあのバンバン浮き入ったんですよ。あ、そんなんいいんや思って、そのタイミングでずっとかなあかんかったっす。いやもう今 2匹ね、あげて、はい、2匹ついたっす。2匹ついた、はい、さすが。そう、あ、触ってます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 。ナイス、取ってますよ。お、これはこれはタイですか。ちょっと緩めで、あ、ちょっと外します。ナイス。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 OK です。正解、はい、ほんまや、よかった。でも痩せてますね。そんなに大きくない、ちょっと可愛らしい。はい、ちょっとちっちゃいですけど、何度かあの釣らしてもらったら、坊主免れました。ありがとうございます。よかった。もうね、ここにここに当たるからね、ここ入れっていっぱい落ちてもらったら。何できました？ミックです、もう。あ、はい。いつもこんな感じなんです。インスタ写真撮られて、一緒に撮りもらったらいいですか？すいません、ご協力ありがとうございます。とても大丈夫ですか？オーバーのインスタも上げて大丈夫ですか？全然大丈夫です。一緒に入れてもらおう。めっちゃいい感じです。ありがとうよかった。あれからどうでした？あれからフグに釣れます。あ、いいじゃないですか。あー、すごい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 。フグにもいいじゃないですか。あら、あっちの言い方は、ちょっと、じゃあ、チャン、優勝。かもしれません。あー。フグに、ここもフグにいいですけど、トータルフグ何枚やったんですか？でも、5あります。あ、フグ5いる。はい。すごい。やったぜ、やったぜ。あ、いやいや、勝った人だった。はい、おめでとう。